キーパーグローブの外観ゴールキーパーグローブとは、サッカーにおいてゴールキーパーが着用する防具である。キーパーグローブとも呼ばれる。キーパーの命でもある今では、グローブ専用のメーカーも多数出ていてどれもハイクオリティなものとなっている。キーパーグローブを着用したサッカーのゴールキーパーキーパーグローブには、シュートの衝撃から手を守り、ボールを取りこぼしにくくする効果がある。 手のひら部分は、スポンジ等の衝撃吸収剤とその上のパームと、呼ばれる多孔質の素材の二層構造になっており、シュートの衝撃から手を保護し、また、シュートをキャッチする際、滑り止めの役割を果たし、ボールを取りこぼしにくくする効果がある。このパーム素材の多くは、非常に柔らかく、摩耗しやすいため硬い土や人工芝のグラウンドでは、簡単にすり減ってしまったり、 砂が穴の中に入り込むことで滑り止め効果がなくなってしまう。また少量の水分を含ませることで滑り止め効果が強くなるが、雨等で水分を多量に含みすぎると滑り止め効果がなくなってしまう。この問題を克服するため、水分の浸透を防ぐ素材などが開発、販売されている。手の甲部分はメーカーやモデルによって違うが、 パンチングする際ボールが滑らないよう、また、遠くまでボールを飛ばせる、用ラテックス等のゴム系の素材が貼られているものや、雨天時の使用の際に水を吸って、重くならないために、樹脂製の素材を使用しているものがある。さらに、骨への役割を果たすプロテクターが内蔵されているものも、ある。これらは主にプラスチック製で、指の曲がる方向には曲がるが逆方向には曲がらない。 このためシュートが指に当たった三指の逆反りやつき指を防ぐ機能を持つ。また、キーパーグローブは内部が汗により非常に高温、多湿となったり、雑菌が繁殖して悪臭がするようになる。この匂いを消すためにデオドランドスプレーなども販売されている。今日のような形に近いポリウレタン製のキーパーグローブは1970年代初頭に、 西ドイツのウールシュポルト社により開発され製造されたのが始まりとされる。それまで試合中にキーパーが手袋の類を着用することは珍しいことだった。日本では日本サッカーリーグの各チームのキーパーたちは1970年代中盤までは軍手に滑り止めをつけたものや革製の手袋を使用することが多く、中には素手でプレーする選手もいた。 こうした特注のキーパーグローブが市場に流通されていない時代には JSL の公式戦において鎌本国重の放った威力のあるシュートをキーパーが補給した際に手の指が裂けたという逸話も残されている。1980年代に入り最先端のグローブの輸入が始まり西ドイツのウール社とロイッシュ社の独占市場となっていた。1990年代に入ると 従来の2社に加えて日本国内のスポーツメーカーが市場に参入し、1993年の J リーグの開幕後は企業側が広告宣伝効果を狙い、各クラブのレギュラークラスのキーパーへの自社製品の売り込みが加熱化した。契約選手には企業から年間に数十のグローブが提供されるが多くのキーパーは1試合ごとにグローブを入れ替えるなど、 消耗品として扱われる傾向があり、使用済みグローブは主に練習の際に使用される。ジャンルイジブフォンの場合、年間50試合で20対のグローブを使っている。一方、一般の競技者が1人当たり年間にグローブを購入する機会は2.5回とされ、商品としての単価に比してその寿命は短い。ありがとうございます。